アルコール予同士添卓は、チャーリー・チャップリンのサイレント映画。1915年公開。チャップリンのエッサネー社における2作目の作品であり、同社のカリフォルニア州ナイルズのスタジオで制作された最初の作品でもある。日本語表記は、他に、酔いどれ二人組、チャーリーの夜遊びがある。チャップリン映画のヒロインとして知られる女優。 エドナ・パーバイアンスの記念すべき初出演作である。本作では、ウェーター長の妻として、セクシーなパジャマ姿を披露している。新しい相手役を探していたチャップリンとサンフランシスコで出会い、本作以降、1923年のパリの女性まで30本以上の作品で共演することとなった。基本プロットは、キーストン期のメーベルの休遽。 とんだ災難のリメイクであるが、ヤブニラみの親友、ベン・ターピンとの掛け合いで、衰退の何たるかを面白く表現している。他に共演者は、レオ・ホワイト、バド・ジェイミソンなど。本作品に関しては、アウトテイクスとおぼしきものが残存しており、1920年代に、チャーリー・バッツ・インという非公認フィルムの中で、パジャマに着替えたチャーリーが、 ホテルで一文弱を起こす後半部の別テークを見ることができる。なおフィルム修復家のデビッド・シェパードによる1999年版では、夜のシーンはブルー、室内のシーンはセピアと色分けがなされ、チャーリー・バッツインからの未テイク部分も加えられた長尺版となっている。ありがとうございます。